さあ皆さん、マインクラフトアクションオブ死神編久しぶりに収録していきたいと思います。ちょっと久しぶりの収録だったんで、ちょっとこういう挨拶を入れていく。正直本当に久しぶりですよ。1ヶ月ぐらいかな。前に収録したのは1ヶ月ぐらい、収録久しぶりすぎてちょっとあれや、トークがおかしになってる。この間にもね、俺はね、ゲーミングマウスとゲーミングキーボードを買ったね。多分アスレの腕も上がっているかと思われる。今日入っていくのはバカズキンステージですね。狼がいないことを祈っております。バカズキンだけに狼がいないことをね。え、これ、あー、ちょっと。いや、最近アバをよくやるんでね、ちょっとシフトとコントロールキー間違えてしまったね。これはどのぴょん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 ルートを考えながら飛んでいくパターンのやつやね。これはアスレイ力もそうやけど、あーアスレイ力もそうやけどのところで終わってしまった。ルート構築やな。ルート、どういうルートで行けばいいかっていうのをちょっと見極めなあかんやつやな。あ、またコントロールキー押しとかだ俺。あぶな。もうアバのやりすぎでコントロールキーよりもコントロールキーを押す感覚の方が、あー最近にシフト、久しぶりにシフト押した気分がする。やばいな。久しぶりにマイクラやったらこんな感じなんだ。なんかシフト、本当コントロールキーを押す感覚がアバのせいで、アバのせいって言ってやがんけどさ。ちょっと、癖になったよな。やばいな。これ届くかな。いけ、あ、届く。いける。こっちやな。よっしゃ。で、多分さっきのが届いたんですが、こっちも届くはず。オッケー、正解。この辺から高低差ついてきたんやな。とりあえずこっちやな。あ、あれ？もしかしてあの、低いところの、距離的にはいけるだろうけど、ぽいね。よし。こっから難しいなっていくよね。もしかしたら俺が通ってきたルートが間違えとるって可能性もある。ぽい、こっちや。ほっ。え、次これ、これかな？ちょっと高くなるけど、いけるね。いける。よし。めはははは。黒豆とか、血豆とか、すごい、それ、っぽい奴らがたくさんおるんやけど。え、ここ工場なん？豆豆工場か。次これかな？あ、でも待てよ。これ行った方がいい。この次どこ？どっちこれ？このままこっち行っていいんか。なんこれ？一旦戻ろう。てかこっちから向こう行った方が近いような気がするんやけど、どうなんだろう。よし、ジャンプできてない、ジャンプできてない。ジャンプできてないぞ。こっち側に行ってってやりよったかな。とりあえずもう一回同じとこまで、ここじゃ、こっから向こうに飛んだらいけるんじゃないかってところでジャンプできずに押してったんよな。よっしゃ、届くよ。よっしゃ、どっちやろ。あ、このままいけそうやな。うん、問題ないわ、ちゃんといける。で、そのままこっち行って、それはこっち行って、このオレンジ豆、大豆、大大豆の大豆くんかな。ミート見打って、緑豆。普通の豆やな、これ。色的に。血豆。水色豆。桃豆。よいしょ。これは、あれ？血豆を経由して緑なのか。緑そのままいける。よっしゃ、いけた。あ、こっから難しいんだから結構離れとるぞ。あの黄色にしても、なんだろう、あれグレーにしてもけど黄色かな。この先のこっち見たら、あ、どっちやろこれ。え、どっちこれ。あ、これルート間違えたかな。あ、そうか、あっぽい気がするわ。よっしょ、こうじゃ。これで灰色が近いわ。よし。あ、でも今度はなんかこっちのルート、あの茶色、このオレンジからこの茶色まで行けるのか不安になってきたな。とりあえず行ってみよう。いい調子で行ってます。よいしょ、ミス少ないな今回は。行けるんかな。あのピンクと黒どっちが正解かって話だな。とりあえずこっち行ってみるけど、
よいしょ。あここまで来て。ピンクと黒でどっち行きよったかって話だな。ピンク。ピンクやった。で、赤。ここやな。この辺からじゃ確か。さっき迷いよったんで。もしかしてこっちのルートが正解だったかな。この緑くん、普通豆くん通って、黄色に移っての。案外ここも届いての。あ、いけそうやな。よっしゃ、いけるわ。あとこのまがまがしいクリーパーの頭じゃ。いや、血豆、赤豆くんとかの、赤豆くんじゃないわ、黒豆くんとかの、豆メモリシスターズの、頭を、あ、いけた。よし。よっしゃ、やあ、血豆くん。そして黒豆くん。あ、これあれか。工場長とそのワイフみたいな感じなんかな、これ。じゃあちょっと工場長、レバーもらっていきますって。いただきます。わーい。そして、ここで、こう、奈落に落ちたら、アイテムは、フロムマンです。よっしゃ。じゃあ、これで、まあ、何個目だったかな ?6 つ目だったかな ?6 つ目。6つ目やな。が、開口。お、ラスト1個で。ラスト1個やけど、まあ、全部のステージやろうと思うし、その点はどうでもいい。あたりいくつあるんかな、つまり4つか ?4 つっぽいですな。4つやってないんですね。じゃあ残り4つも片付けていきます。じゃあどこにしようかっつう話やけど。よっしゃ、トラゾーステージ。トラゾーステージ。さっき、あれトラゾー2つ、トラゾーステージって2つあったんやけど、そのうちのこの赤い方行きましょう。赤い方。まがまがしい内容そうだな、これ。なんか文字ある、こういうタイプある。え、どっちでしょうみたいな。こっち外れのルートでしたよ、こっち正解のルートだよ。あー、惑わしてきた、惑わしてきたぞ。どっちだのパターンなんだこれは。あれじゃないかな、外れが正解と見せかけての裏の裏を書いてきたのは正解が本当の本当に正解のパターンじゃないかな。当たってもった。はい、俺正解。はい、の動画的には面白くない。はあ、そういう俺そういうところの美味しい当たりないんやな。まあいいや、しょうがないんです。おい、4択になりましたよ。このじゃんけんに必勝法がある。何それ。好きなのに入ってね、グーチョキパー、じゃんけんで勝負だ。何それ。なんかじゃんけんゲーになってますよ。虫キングですか。グーチョキパー、これが正解のルートでだよ。なんでこれだけ正解のルートだよって書いてあるんだ。怪しすぎたらちょっと入ってみたいわ。入ってみたいわ。なんか書いてあるで。ち、お前、つまんねえな。ほら、さっさと行けよ。なんなんだ。なんでこんなディスられなあかんの。じゃあなんなんだ。他のルート入ったらどうなるって。はぁ、戻れない、戻れない。ちょっと他の、あ、文字読めるやんこれ。チョッキーは出したからお前負け。 M9 って書いとって、わっはって笑われとんで。何がつまんねえじゃん、お前の方がつまんねえわ。こんな看板付けて最後にこんな顔文字つけたらお前がつまらんわ。作った人と知り合いやけどな。知り合いにそんなディスを送るようことになるけどな。まあいいや。多分あの向こう二つも似たようなこと書いとんだろうな。というわけで、まあ俺はさ、俺はもうなんか運命なんか通り越して、笑いの神を降りずに、もう真面目の神が降りた状態でクリアしてしまった。ほら、クリアしてしまったよ。わあ、最後の引っ掛けだ。俺気づいちゃった。多分この制作者さんさ、こうやったゴールやと思って進んでいったところで落ちることを見過ごしとっただろう。残念、俺には丸見え。はい、残念でした。しかしこの穴のありがたい、このまま落ちたら元のリスポーンに戻れるわけです。
つくづく俺笑いの神降りてこんな。あれだな、運に頼らずにさ、実力だけで笑いを取るタイプやけんかな俺は。そういうラッキー的な部分なしにさ、実力で笑いと言おうけん、こういう神が降りてこんでも笑いが取れるんでしょうね。わかった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 、すげえ増やしちゃった。じゃあ残りの3つもどんどん行きましょう。暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録がしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰に来る。